エイリヒホンチェルマクエイリヒホンチェルマクは、オーストリア、ウィーン出身の農学者である。日本語ではなお、エイリヒヒ、セイオチェルマックなどと表記する場合もある。初期は、園芸品種の改良に関心を示した。フライブルクの農場で従事し、病害に強い品種の開発を行い、その中には、交雑種を含む麦の品種改良が含まれている。 1896年に学位を取得する。1900年、オーストリアの国営農場で遠藤の交配実験を行い、チェルマクはユーゴード・フリース、カール・エリヒコレンスと並び、グレゴーリオハン・メンデルが1860年に発表したメンデルの法則を再発見した人物とされ、1906年にはウィーン農科大学の教授を務めた。父は、 チェルマック繊維石の由来となった、鉱物学者のグスタフ・チェルマック、母方の祖父は、学生時代のグレゴーリオハン・メンデルに、植物学を教授した、植物学者のエドゥアルト・フェンツルである。チェルマックの妖霊、チャーム、セイスは、植物の学名で命名者を示す場合に、英ヒ基本チェルマックを示すのに使われる。ありがとうございます。